歳の女子とホテルの一室でお泊りしてみた。イエイ。この日を楽しみに待って、この日を楽しみに。これはい、もらいます。叩き割っときます。なんでですか。ねえ、世界一似合わないんで。じゃあ俺先かけようか。じゃあお、いや可愛いじゃん。じゃあもうコンタクト外したら全然見えない。あ、全く見えないです。多分ここでも見えないです。あ、そっか。うわ、叫ぶんですよ。一回なんか、じゃあ最近思ってる嫌なこととかなんかあれば。魚って言うなー。はい、あらららら、こちら朝食です。え、はい、朝食です。シンプルだけどなんかホテルっぽいわ。ホテルっぽい。ホテルです。あ、ここ、あ、ホテルです。ごめんなさい。ホテルボンボン、ホテルボンボン。サラダから食べたら興味ない。もう別れたいですね。おー、第1問目、ミーミーの好きな食べ物。せーの、こちら。うわ、正解。イエーイ。2問目いきます。ヨッチの嫌いな食べ物。せーの、はい。おつけて、私がリードします。おかしいだろ、お前。見て、うん。これ好きだろ、お前。なんか豪華じゃない？もう、そこだって、ホテルポンポン。なんだ、どうした？うん、喧嘩した時のご飯みたいになってさ。なんか別れたいなって。なんでだよ、お前。ミーの顔見て冷めた。せーの、はい。おー、遊園地。ではラスト、まあこれは分かれるんじゃないですか。高級食材といえば、せーの、はい。うわー、すごい。ホテルといえばこれだよね。ドキドキロシアンビュッフェチャレンジ。イエイ。テンション上がってますね。うん、アイプル。延長。ついにやばい。18歳ですよ。延長。